カフェステラと死神の蝶。ああ、年末の奉納式どうするかな。中止するなら友竹さんに連絡しないと。お父さん、仕事のことは後でいいから早く戻るの。まったく、お父さんは昔からなんだから。松葉杖つきながら仕事するつもりだったなんて信じられないよ。私、これからのことお母さんと話すよ。お父さんいないから奉納式どうするとか決めないと。多分中止かな。昴生くん、鼻の下伸ばして。ピコ姫様を不純な目で見たら心罰が下るよ。どうせ私はパチモンだよ。ごめんね、なんちゃってミコで。